はい、じゃあついにね、ラストストーリーだからな。そう、まあ、ファルの全貌が見れることでしょう。うん、これはゆずきさんがいっぱい喋るかもしれないね。かもしれない。じゃあ行くぜ。そいつは妹のリーダを食ったんだ。妹は苦しかったはず。なのに、そいつが死ぬときは安らかにだって。あれか、あれ、裏の最後のシーンか。うん、最後のシーンだね。教会で殺すべきだった。けどあのときは記憶が曖昧なせいでチャンスを逃した。あの神父が邪魔さえしなければ、僕は、そうね。ずっと妹の復讐のためだけに動いていたあなたには納得できない選択よね。許してあげて、なんて言わないわ。でも、この選択は、あなたの未来を二つに分ける。慎重に考えて。なるほど、もうこんなに早急に打つ打たないを決めるのか。だったら、もう売っちゃうか。っていいんじゃないのかな。なんかその、考えちゃうよね、その実況的にとかさ。ね。まあ、春的には打たない方がいい未来が待ってそうだと思うから。うん。最初に打っちゃうか。最初に打っちゃおう。よし。じゃあ、なろうぜ。ロゼ。大丈夫よ、ロゼ。ゆっくり眠って。私もすぐ、あなたのそばに。いや、重い決断下したんだろうな、ファルも。だよな。うん。ノワールは心中する気か。だろうね。だって存在理由がレイゾンデートがなくなっちまったからなんだもんね。うわ、うん、終わった。復讐を果たした。なのになんでだ。どうして苦しいままなんだ。わあ、それでも続くのか。これでラストリベンジ。うわ、続くんだ。まだ続くんだ。マジか。春かっこよ。おはよう。おはようの時間じゃなかったわ。眠れない。いい家住んでんな。あ、ちゃんと妹の部屋ある。あ、細か。はあ、はあ。何の音だ？なんだ？窓から。ゴトゴトって。日記を見る。あれじゃない？テーブルじゃない？テーブル。それ日記？右の。これか。日記か、これ。お？こんなところにノートなんてあったか？なんだこれ。僕は書いてないぞ、こんなの。やば。うわ、あれだ、不法侵入者が書いたんか？それとも、後悔した、上で二重人格になっちゃったとか？なっちゃったとか、幻覚見てんのかな？よく見慣れた風景だ。ここで育ったから間違いないはずなのに、なんで違和感を感じるんだ？え？うわ！夢見てんのかな？かな？眠れないって言うけど。うん。なんだ？ここは物置のはずなのに。え？やばい、見られてる、見られてる。目みたいなのがある。やばい。ここは一体どこなんだ。
やだ、見られてる。笑い声、やばい、私の声で聞こえなかった今。誰だ。あ、歩けるんだ。歩ける。え、かっこよ。かっこいい。うわ、何、あ、確かに笑ってる。ああ。いや、目がいっぱい。扉が二つある。うん。あ、ふふふふって聞こえた。うん。ミラールーム。え、リーラ。お兄ちゃん。リーラ、なぜ、お前は死んだはず。これは夢だ。だって、ありえな。ねえ、お兄ちゃん。どうして？どうして？どうして私を殺したの？うわ、めっちゃいいタイミングだった、今。いや、変わろうかなって一瞬思ったの。そうそうそう。いや、よかったよかった。なんかね、そのリーラと混じった感じがあったよね。ねえ。え、やば、ちょっと待って、何これ。また生まれた。ねえ、どうして殺したの。私、まだ生きたかった。なのに、あなたが、私を撃った。今度は、私の番、ね。まあそうだよな、撃っていいのは撃たれる覚悟のあるやつだけだもんな。そうだね。え、これ逃げなきゃいけない？だね。いや、ちょっと、そんな、急にタスクが更新されました。ちょっと待って、はい。あいつ扉開けんのかかな。え、最初の。セーブできそう？セーブできるけど、最初の悪夢、うん、奪った命、守れなかった約束、たった一人の家族、幼い悪魔。あ確認しなきゃいけないってことよね。そうだね。セーブした。で？あ、出てこねえ。出てこない。鍵がかかってる。え？どうすんの？戻れるんだ。戻れるね。え、じゃあ。4人分の食器。アルバムとかは？そうだ。さっき。探索していこう。え？あ、それ見れないんだ。ダメなんだ。いや、BGM 怖い。みんないなくなってしまった。4人家族。うん。だったけど、もう残ってんのはファルだけなんだ。そっか、他の家族も殺されたのか。ああ、しっかり者の妹ちゃんだったのね。え、あとどうしたらいいのよ。リーラを見つけるのが少しでも早ければ止められただろうか。どうしてあの日家に帰らなかった。なぜ夜中に外に出て行ったんだ。なるほど。童話でいっぱい？随分ボロボロだな。永遠の人形。中身が真っ白だ。けど人魚の本だけは、ねえ、読めんのかな。てか、ちょっと怖いな、このベッド。かわいい色合いの花。これ、でもあっち戻らなきゃいけないのかな、普通に。マジ？なんかあったのかな。いや、あれ左側道ありそうだった。あ、ほんとに？ちょっと、うん。ありそうだったけど。もう一回行くしかねえか。左側？うん。あ、おら。あれ？うわぁ！逃げた！あれって。神回。いなくなったと思ったのに。いや、多分ね、お互いの声にもびっくり知らず。ほんとね。出てくんのかい。逃げながら。うわぁ！あ、思ったより早い。なるほど。何これ？え、どういうこと？ちょっと待って。扉、選べれそう？え？ちょっと待って待って待って。どうすげえ跳躍力。あー、いけたいけた。奥いける。あ、隠れるってあんじゃん。うわー！おー、落ちてくる。
今ここで隠れても意味なくね。ちょっと一回出て。意味ないだろうね。もう一回。鎖の部屋。うお。大丈夫か？え？今結構ギリギリじゃなかった？おーおーおー。おお。あ、最初の悪夢だって。よかった。今のはレイラ。いや、ロゼなのか。にしてもなんであんな化け物みたいな姿に。あ、なんか鍵落としてる。おん？何か落としていった？普通にびっくりしたわ。なあ。鍵？どこのことだろう。いや、怖かったー。これ一個一個問われていく感じかな、その、化け物に。そうね。ちょっと、これ。急にホラーゲームなんだけど、ね、次鏡見るの禁止だわマジで。ねえ、電話がある。今にも鳴り響きそうだ。僕は死んだんだろうか。ここは地獄なのか、それとも現実。現実だとしたらとうとう頭まで壊れたかな。現実ってことはねえだろうな。さすがにね。でも鎖だらけだな。あ、こっち行ける。ダイニング。吐きそうだ。気持ち悪い風。しばらくは出てこないのかな、この感じだと。うん。この、あれじゃない、あと4回分襲われるかもしれない。そうね。幼い悪魔っていうのがね。ねえ。どっちのこと指してんのかちょっと気にはなる。今隠れる場所だったな、ここ。OK、隠れる場所ね、うん。覚えとかないと。覚えとこう。化け物が何なのか。あー、じゃあこれでさ、部屋は、あ、はい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 、一回ここ出ていいかな。あ、ほんと？うん、出ていいのか多分。 あ、そっか、下の、そうそうそう、ここは繋がってるから。さすがにもう出てこないよ。あー、ビビったな。で、右かな、ここね。はいはいはい。うわー、こんにちは。なんかめっちゃ見てない？正面を向いてる女性。後ろの、後ろ向いてんのもさ、首ガガガって向きそう。やだ、もう、これもなんか出てきそうだし。ね。え？右を向いてる女性。前、後ろ、右。前、後ろ、右ね。謎解きも普通にありそう。首がない。首がない。ここは彼女が死んだし。あれじゃない？この部屋さ。うん。じゃあ一回ちょっと右行ってみてよ。一旦セーブした上で。セーブした上で。ふぅ。ちょっと右行ってみて。オッケー。多分ね、うん、部屋、同じ部屋に行くんじゃないかな。なるほど。うん。だから、下。下だね。そういうことか。あ、うん、すごいすごい。下行って、上、あ、待って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 。一回、下行ってほしい。ちょっと待って。一回戻ってほしい。で、そこ一回左行ってみて。左？左行ってみて。あ、さっきの部屋戻るね。あ、はいはいはい。じゃあ、一回下行ったら、うん、その部屋をちょっと見てほしい。なるほど。なんかね、落ちてた。何が落ちてた？左下。左下？左下。これだ。うん、おお、これか、意識の断片。あ、これ必要なんだ。今回集めるのこれか。あぶねえ。見逃さずに済んだ。すごい。で、次、上だね。次、上ね。上行って、何もないかな？何もない。一旦本とかなんか調べとく？周り。あ、引くんだ。そうだね。方向を示してるぐらいだから、次、右だね。あ、戻ってるんだ。そうだね。そうね。ちょっとずつ綺麗になってるもんね。うん、よし、行くぜ。おお、ノワールの家。あ、ロゼとノワールの家来た。あ、待って。はい。うん、次奪った命だから。あ。多分あれ弾じゃない、銃の。来ますわ、これ。落ちてんの銃の弾じゃない。わあ。これは銃の弾？この弾は、まさか。
おお、なんでルイス？あんたは。久しぶりだね、ファル。まさか君にこんな度胸があるとは思わなかったよ。その弾でロゼを殺したんだろう。なんであんたがこんなところにいるんだ。あの時、あの森で僕は。過ぎたことを言っても仕方ないだろう。それにしてもまさか生きてたなんて。あの時川に落ちてすぐ倒れた木に引っかかった。その木に引っかからなかったら流されて溺れ死んでいただろうな。ここにいることを考えると川に流されて死んでいた方が幸せだったかもね。どういう意味だ。あんたここがどこかわかるのか。君は何もわかってないね。ここがどこで何かわからない。多分こいつ知らねえな。自分も知らないんじゃないの。実は僕も知らないんだよ。そうだから今笑ってごまかしてるよ。本当は言いたいけど、うん、いやこいつ一緒になるの恥ずかしいからって多分言い張ってんだよ。確かに。何がおかしいんだ。そうか、ここに来るのは初めてなんだね。常連さんでした。いや、まさかの。僕も初めてだって言うかもしれない。君が奪った命、その代償を払う場所だよ。あ、だからルイスが何回も命奪ってたら、あ、そうね、来る場所なんだな。うんうん、この場所は君が望んだんだ。僕がこんなの望んでいない。ではロゼを殺したことを後悔していないと。ええ、違う。僕は復讐を果たしたんだ。だから後悔なんて。人を殺して後悔しないなんて、私とノワール、そしてロゼくらいだよ。君も私たちと同じということかな。違う。僕は、違う。お前たちと同じなんかじゃ。哀れだね。見てられないよ。お。哀れで鬱陶しい。君には失望したよ、ファル。でもめっちゃ銃下手くそやからな。また。ファルじゃない。ルイスな。20発ぐらい撃たな、当たらんからな。そう。下手くそなの。え？ほんと、残念だ。うまくなってる。うまくなっちゃった。起きた。え？はあ、奪った命分奪われるってこと？いや、その償いをさせられてるっていうことだよね、多分今。うん。夢だったのか？これは？これは？まず一個の、あれよね。うん。あの、断片を見つけたから、また多分次も。そうね。あるんじゃないかな。いやー、次は守れなかった約束ね。約束か。うん、あれから、ロゼを撃ってから、どの記事を見てもロゼのことは載っていなかった。あの女優が片付けたんだろうか。なるほど。これまた日記かな。ねえ、ちょっと見てみようか。使えそうなものはない。お。と頭の中でロゼを撃った時の映像が再生されるんだ。後悔していない、していないはずなのに。いや、達也が後悔してる顔してるよ。してんな、ね、え、日記？あ、落ちる。おい、何を探してる、何を求めている。終わらせたはずなのになぜこんなにも苦しんだ。まるで僕が書いたような内容だ。また日記の内容が変わってる。1年前、あの教会は火事で燃えた。教会内の遺体は3体。ルイス神父、その父カーティス、箱の中から少年。ロゼは死んでない。だから探した。すべては復讐のため。ルイス神父が生きてるはずがない。なのに、なんで？ここは一体何なんだ？どこに何が落ちてるって？そこ、左。左？左だね。
あ、下落ちてます。あったー、すげえな、全然私見つけられてないわ。欲、欲ね。でまた物置かな、行くか。いや変わらずか、嫌だな。あ、真ん中がない。真ん中、真ん中が最後か、断片。ほんとだ。え、見逃したい一個。いや、でもさすがに。いや、そうだよな。あれが一個目って考えたらそんな行く場所なかったし。うん。一回じゃあ、下行ってみてさ。うん。右の部屋行けんのかな、これ。ほーん。なるほど。リーラのはまだ片付けられていない。じゃあ、まだかな？まだかな。こっちも。うん。うん。まあ、ないかな。え、物置。また出てくんじゃない？うん、とりあえずもう一回こっちも見てみる。鏡から。ああ。え？いない。何？あ、電話だ。電話が鳴ってる。あの、鎖の部屋。鎖の部屋に電話があった。あ、鎖の部屋こっちか。なってるなってる。はい、もしもし。もしもし、私メリー、ダンラ。警察のものですが、ご家族の方が。警察？事故で。ああ！お兄ちゃん。かわいい、リーラちゃん。ちゃんと立ち上がる。ねえ。リーラ！お兄ちゃん、お父さんとお母さん。もう、帰ってこれないの。ああ、これは、父さんと母さんが事故で亡くなった時の。お兄ちゃんまでいなくならないよね。私、一人は嫌。そうだ。僕は誓ったんだ。大丈夫だよ、リーラ。僕がずっとそばにいる。リーラのことは、僕が。守るから。うわ。そう言ったのに、僕は守れなかった。なるほどね。なるほど、なるほど。たった一人の家族。いや、どこに落ちてんのかな？左も気になるね。一応見といた方が良さそう。意識の断片を。早く。椅子光ってる。料理が冷めちゃう。座る前に。なんもなさそうかな、うん、隠れられる場所。いや、隠れられるって書いてあったから、やっぱりこれ探すんだろうな。こっちは。探すのかな、一旦右の部屋見とく、じゃあ。右の部屋、見とく、ちょっと。そこ出て。入れんのかな、あー、かなくない。また鍵拾っていくんだ。はい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 。そうでしたか。ハッピーバースデーする？座って。座って。早く。夜が冷めちゃう。座って。はい。座ります。座ります。ここ、ここ、ここでいいの？うん、光ってる椅子が。あ、リーラ。ああ。お兄ちゃん、今日もお仕事お疲れ様。さ、早くご飯食べて休まないと。合成すぎるだろ。これはリーラとの思い出か？ねえ、早く食べよ。リーラお手製の内臓の包み焼きだよ。内臓の包み焼き。レバーかな。の、うん。いらないの？リーラはこんなもの作らない。作ったこともない。お兄ちゃん、私のこと嫌いになっちゃったの？そうじゃなくて。だから、殺したの？何言って、お前を殺したのはロゼだろ。本当はわかってるよね、お兄ちゃん。お兄ちゃんが、私を殺したんだって。どういうこと？何を言ってるんだ？
僕はお前を守ろうと、一体何なんだ。たった一人の家族。え、追いかけられないんだ。これさあ、うん、なんだろう。同じ病気だったんじゃないの？リーラも。ロゼちゃんと？うん。ドールズか。で、もうなんか長くないのを知ってるから、うん、ロゼちゃん食べてっていう風にしたんじゃないのかなっていう予想。なるほど。うん。いやー、まあまあまあ、なんかすごい、それだったらめちゃめちゃゆずきさん天才だな。なんとなくだけどね、うん、で鍵とかもらえないのか。鍵なかったよね。なかったよね。一応まあなんか、うん、うん、うん、なさそうかな。そうね。一応探索しとくか。うん。ぐるっと。料理調べるとかは？あ、料理調べるか。内臓の包み焼きって。そうだから内臓。あ、包まってるってこと？そう、内臓を食べてる、その、こんなもの作らないぞっていうのは、まあ多分ファル自身は普通の料理しか食べないから、うん、普通のご飯食べてるけど、リーラ自身は内臓が必要だったんじゃないのかなと思って。なるほど。うん。全然調べられんかったわ。じゃあ出ていいのかな。出て。あっちの扉開いてんのかな。鍵ないけど。うん、開くようになってんじゃないの。開いてるー。開いてるー。誰が開けたんだ？開いてる。いや、最後、ちょっと、また、怖いでござる。ねえ、ねえ、来そうよね、まだ。来そう。あれ？あ、隠されている。そして変わっている。右を向いている。調べる。ここ見れなくなってんだ。うん、なんかさ、左上、さ、ない紙。あ、あ！カーテン。下向いてた。そうだね、こその、あの、上の紙気になるの。上の紙？上の紙ってどこだ？額縁の左。あ、これか。彼女の向いている方向が書き。そういうことね。あ、なるほどね。右、正面。右、下、左。右、下、左、下、上。覚えた。よろしく。ここも、あれだね。ちょっと見つつ。そうね。方向してるね。右だね、まず。うん。なんも、ないね。うん、なんもないね。うん、右。何もない。うん。から、下。下。ここも何もない。ね、うん。何もない。左。左。何もない、かな、うん、そう、うん、で、左の次なんだっけ、下か、うん、お、綺麗になってきたね。あー、なさそうかな。そうね。次、上。上か。おーっと、教会に来ちゃった。あー、聖堂。ここは、あの教会、なんで？で、そのノワールって人がお母さんと同じ匂いがするの。だから落ち着くのかな。ねえ、あなたのママはどんな人？そう、優しい人だったんだね。あー、これリーラじゃない？やっぱりあれだ、あの集中してって、ね、うんうんうん、臭いやつね。うん、臭いやつリーラだったんか。なるほど。で、お話できるようになってんだ。うん、ずっと聞こえてたでしょみたいな。うん。なんかみんな言ってくれてたもんね。ねえ、あったね。誰と話してるの？私たち似てるね。どっちも親がいない。え、
お兄ちゃんがいるの？ううん、私は兄弟とかいない。お兄ちゃんって兄弟ってどんな感じ？そのお兄ちゃん後ろにいるんだぜ。ああ、あなたがリーラのお兄ちゃん。私を殺した人。そっか、ロゼを殺しちゃったらリーラも一緒に殺したことになるってこと？道義ってことかな。うわ、なるほどね。ねえ、どんな感じだった？妹を殺したのが同じ年の少女って知ったとき。やめろ、来るな。ねえ、答えてよ。戸惑ったさ。まさかこんな幼い少女が。そう。でも結局は殺したよね。まだ行きたかったのに。やっと平穏を手に入れたのに。やめてくれ。ええ、来ないでくれ。あ、うわー、またじゃあフォルムチェンジ。すぐ脱皮する。私の中にいたイーラまで殺した。そんな嘘だ。リーラとっくにお前に殺されたんだ。違う、あなたが殺した。まずい。え、俺の実況かこれ。私がただリアクション取ってるだけ。ね、オンパレードが過ぎるんだけど。え、どうしたらいいの？どこに逃げたらいいんだ？まあ、真ん中。こう。だから一回左に行かなきゃいけないんじゃない？ふぃー！やだやだやだ。来ないで来ないで。一回左側に行って。死んだ。はい、左側に行って。死んだ。待って、シンプルに死んだ。どういうこと？帰ってきちゃった。まあでも多分死んでも夢落ちみたいな感じで帰ってこられるけど、あれでもこの状態でさ、まっすぐ行けばいいんじゃない？そこを左扉入ってさ、まっすぐ走れんじゃない？あるあるある、左下、戻って。戻れない。ちょっと待って、ロードしまーす。セーブしないで。ロードでいいかな？ロードでいい。よね？ちょっと待って。うん、ロードでいい。もう、怖すぎる。はい、もう覚えたから大丈夫。オッケー。右下、左下、上。あったんだね。あった、左下。右下、左、下、上。下、上。さあ、ここから。車みたいにノンストップだったもん。車急に止まれないって。すごい、もう、焦りから、もう全然止まれなくなっちゃって。はぁ、あ。で、出たら、多分そもそも、あれで、左側に出る。左側。十字の扉のところを、左側出たら、でも左側に。絵画のところ出るから、多分。左側に落ちてくるんや。左、ちょ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 、待って、焦りすぎ。あ、よかった。オッケー。左行く。で、そこ下行く。で、左下ね。あるー、あるから。あった。怒ってる。怒り。もうダメだ。いや、もう声にびっくりするから。ごめん。危ない。セーブしよう。ああ。後で。すべては復讐のため、ここまで見たね。そうだね。約束を守れなかった。守ると言ったのに。そうだ。守ると言ったのに、僕は。この日記は誰が書いてるんだ？心の声なんじゃないのかな？ねえ。違う。本当は分かっていた。僕はリーラを殺したんだ。もう二度とリーラの声は聞こえない。でもリーラを殺したってことになるの？本当に。それは。まあでもその、ロゼが言うには、中で生きてた。まあ実際会話してるから。そうね。ドールズ、っていう病がどういったものなのかまだ言及されてないからあれだけど、どうなんだろう、ドールズ同士は繋がることができるとかね。その食ったやつの意識がロゼちゃんの中に芽生える。だから
さあ、最後、ルイス神父と戦った時に、ジェフと、うん。キャロルと、エリオットの3人だけ出てきた、ね。エリオットは3人は出てきたけど、うん。ベティは毒で食ってないし、うん、グレッグも箱詰めされてるの見ただけだから、出てきてない。そっか、じゃああの3人が、そのロゼちゃんの意識の中にもう取り込まれてたっていう。そうそうそう、ロゼの中に生きてるみたいな。はいはいはい。だから、あそこ3人しか出てこなかったんだ。別に死んだから出てくるっていうわけじゃないのね。なるほどね。なるほど、なるほど。そういうことか。なのに、どうしてこんな、僕の本心が書かれて、いや、ありえない。リーラはロゼの中で生きていた。なぜそんなことが。ロゼを殺したとき、リーラは二度目の死を迎えた。僕の手によって。ああ、なるほど。だから、ジェフも、キャロルも、エリオットも、二回目の死を迎えたと。うわあ、ごめん。だから、合計、五人殺してる、こいつ。やばい。殺人鬼や。やばい。ありえない。そんなわけない。あ、え？夢から目覚めます？あ、違う。お父様とお母様の事件についてですが、進展がありまして、車道を歩いていた酔っ払いを避けようとした車が回避した先にお父様とお母様がいて、そんなことで何もしてない父さんと母さんは、お悔やみよ、帰ってくれ、帰ってくれ。お兄ちゃん。リーラ、聞こえていたのか？車を運転してた人は捕まった。けど事故の原因となった奴は、酔っ払いの人は車道を歩いてただけだから罪には問えないらしい。数日の交流と厳重注意って、そんなの正義じゃない。お兄ちゃん。ダメ、ダメだよお兄ちゃん。復讐したって意味がないもん。お兄ちゃんが今度は捕まっちゃう。そしたら、私一人ぼっちだよ。リーラ。約束して、お兄ちゃん。復讐なんて、そんなことしないって。しちゃったね、お兄ちゃん。しちゃったよ。約束守んなかったよ。思い出せよ、リーラの言葉を。そして、ノワール。だいぶ薬が効いてきてるわね。心拍140と、怯えてるのね。リーラ。あら、もう少し薬を足した方が良さそうね。私たちのような人間は、人の命を奪う者は、決して幸せにはなれないわ。ベティが言ってた言葉が、興味深くてね。息をしていれば、生きてるというの？って、すごく印象に残ったわ。だからロゼを殺したあなたには、安楽死なんてものはあげない。あのワールの手によって悪夢見てたんか。この薬で死ぬまで悪夢を見続けるといいわ。もう全然後追ってねえじゃねえか。これがラストリベンジ。それが私の大切な人を失った私のレイソンデイト。ちゃんと読んでた。あ、ラストリベンジってさ、うん、これはでもあくまでもノワール側の物語じゃない？そういうことになるね。よね。うわー重たーい。でも、うん、その、なんだろう、
ファルが、抱えてるほど全然ちゃんと言葉にできなかった。うん、抱えてる。抱えてるものをさ、こうやって見るだけでもさ、うん、その、なんでロゼには声が聞こえるのかとか、そのロゼが言ってる私の中に生きてるっていうのがどういうことなのかっていうのが、うん、まあなんとなく分かったんじゃないのかなっていう感じはするよね。そうだね、明白にされてなかったもんね、そこね。うん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 。はあ。だからその死んだ子たちが、その、うん、同じ、何個人っていうか、で、死んだ仲間たち、うんうん。が、その協力、ただ単に協力してくれてんのかなと思ったら、実はその、ロゼが食べてる子たちだけで、みたいな。そうね。やっぱ、自分と一体になったから、もう協力せざるを得ないってことになるのかな。なのかな。まあ、その、あるよね。よく聞くのがさ、その、うん、内臓を移植すると、その人の人格的なものが映るみたいなさ。ああ、言うね、確かにね。なんか聞いたりするじゃん。うんうんうん。そういうものも、若干あったりするんじゃないのかなっていう気はしてる。なるほど、もう。うん。そっか、その人の内臓を食べることで、その移植したも同義みたいな。そう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 。うん、なんかそういう感じなんじゃないのかなとは思った。うんうんうん。うわ、おもろー。おもろーい。これじゃあさ、うん、もう普通に打たない方もサクッと見れそうじゃない？そうね。打たない方ももう見ちゃおう。うん。いや、すごいわ、このゲーム。すごい。大ボリューム。ね、あ。エンド。エンド。5か、これ。5だね。ザ・ラスト・リベンジ。ラスト・リベンジ。先に5を見たってことね。あ、でもあと2つあんのか。そうだね。あ、じゃあ打たない方で2つあんのかな。かな。よしよし、じゃあ。え、じゃあエンド3と3と4が。あ、3と4で1個ずつか。うん、はい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 。え、じゃあ長くなりそうだな。やれるとこだけやっちまうか。まあそうね。うん。